はい、皆さん毎度毎度。はい、こちらの方はね、ちょっとウルフ調にね、下の方ペランペランになるようにね、レイヤー入れてくれって言うんだよね。だからこれ皆さんだったら、まあサイド側面どうやって入れるかな。まあ2ブロックで薄くするってのもありだね。まあ何でもありなんだ結局ね。まあ、ただしね、トップ短くしすぎないってことをちょっと長めにしとかないと浮いちゃうからね。で、それでもってサイドスカスカになるように耳から下薄くしてくれって言うんだけど、どのぐらい薄くするかってのも、まあ個人差があってそれぞれだよね。一概に答えってのは出ないよね。まあどうやって切ってもいいんだけど、基本はやっぱり黒いラインみたく放射状に丸くなるように切った方が無難だよね。まあ自分なんか若い時ね、レイヤーだから床と垂直にね、真上に切りゃいいんじゃねえかって赤い線みたく切ると、赤い線から右側の半月型のところを切りすぎるんだ結局ね。下の方はそれほど影響ないけど、この半月の上半分の赤丸部分のところを切りすぎるとね、実際上の長さは切りすぎてないかもしれないけど、その中間部分が切りすぎてタコみたいな頭なんでね、上がもっさり膨らんでね、そこから下にペランペランが残るような、もちろんそれで良ければいいんだけどね、なんか変だな、なんかくぼんだなみたいな感じがした時はもう手遅れなんだよね。もう切りすぎてっから、それ直そうと思ったら上の方すいて、トップとか上の方の重い部分をね、もうすきまくるしかないんだよね。そうやっぱり、うん、変が余計変になってくんだよねまあこんなカットでもね、若い時はね、俺はレイヤーの天才だなんて思いながらやってたんだよワンパターンしか切れないんだ結局ね。まあレイヤーもね、ウルフも似たようなもんでね、床にね、平行に引っ張り出してそれ垂直に切っときゃ OK みたいなね、頭使わないカット、うん、そんなことばっかりやってたような気がする。トップのレイヤーは上に全部持ち上げて床と平行に切っときゃいいんだよみたいにね。まあ今日はね、特にネタがあるわけじゃないからね、ヘアカラーもそうだよね、塗り終わって30分おきゃいいだろうみたいにね。だからといってね、放置時間をね、長く取りたいからってね、塗布する時間をもう手際よく早く塗って、そんで長く置けばいいやって、これダメなんだよね。まあある程度時間かけて塗布して30分置くっつうのと同じっつうの、結局塗り始めてから洗うまでの時間っつうのがあるから、これね、当たり前のことなんで、結局ね、放置時間に対して染まりが良くなるっていうの、濃いめに染まるっていうのは退色しにくくなるっていうのがね、30分置けばいいだろうって誰が決めたんだかね。もうそれワンパターンじゃダメなんだな。もう去年あたりからうちもそういうふうに考え変えてきてるけどね、これ皆さんはどう考えてんだろうね、この毛染めする放置時間。まあ、パーマでもね、ヘアカラーのでもね、放置時間っつうのね、化学変化だからね、キャップすりゃ早くなるとか、まあ、そういうのなしなんだよね。だけどヘアカラーに関してはさ、髪の毛に塗布してから温度が23度でもいいよ、5度でも、その場合体温抜きにしてメーカーとしては何分で完全にその薬剤が発色しきれるのかね、効力が何分間続くのかね、そういうの発表してくれるといいんだけどね。まあ、一番聞きたいことをね、メーカーは教えないよね。なんだよこれ、ロリアルに聞いてみるでもロリアルに聞いてもさ、営業マンが答えてるよじゃ本当の答えって出てこないんだよね。だからいつも聞いてもさ、無駄だったみたいなのを感じるよね。まあ、でもね、こちらのお客様、まあ、定期的に白髪染め来るけど、昔は塗布して30分で洗ってたんだよね。一人で塗布して30分で洗う。で、それだとやっぱり染まりきらないんだよね。一人で塗布して、やっぱ50分ぐらい、45分以上置くと、まあなんとか染まるかなみたいなね。いつもよりはしっかり染まってるみたいな。もちろんね、この毛染めね、1時間以上放置しちゃうっていう考え方、地肌が染みるとか、そんなに置いたら毛が痛むとかね。でも毛が痛むのは20分も30分も40分も変わんないような気すんだよね。最初の10分か15分が一番痛むような気すんだよね。あとはもう色がね、
参加して発色していくだけだからそうでもねえんじゃねえかなと思うけど、アルーリアに関してはね、他の安い薬剤に関しては知らないけどね。まあそれ考えるとヘアマニキュアも置けば置くほどいいのかね。まあよく10分加温して洗っていいってなってるけど、塗布してる時間ってなるからね、ヘアマニキュアってのは塗布する時間が長いから放置時間10分でいいってことになってるけど、実際その倍ぐらい置いてもいいような気するよね。あれなんで倍置いちゃいけないの？ヘアマニキュアなんか置いたって痛みはしねえんだからね。え、あそういえば自分の白髪染めね、ほらもみあげつまんで塗布して染めるってのあったやったじゃない。あれまだ染まってんね、普通に染まってるわ。で根元5ミリぐらいもう伸びてきたね、早いね。あれやってから2週間ぐらい経つのか、2週間経たないか、10日ぐらい経つか、そもう5ミリぐらい伸びちゃあかんね男はね。うん、はい、お疲れ様でした。